それでは8レースメンバーご紹介いたします。1番井上聡、飯塚ハンテゼロ、2番池田康則、山陽27の1番時計、マークしたのは5番のマキセです。ブルーランプが今消えました。スタートまで3秒前、8レース予選スタートしました。 10戦はほぼ揃いましたが、ハンデゼロから2番池田康則がやはり注文通り先頭に立ちました。そしてこの後ろ中段の後ろに4番の根本が3番手発進で、5番の牧瀬の内へ7番の篠原、さあ早くも人気勢やり合っています。桜木君和が最後方という序盤戦、先頭は逃げていく2番池田康則です。スタート域から主導権を使いまして2周目、さあ4番手は7番の篠原が勝ち取りまして、4番の根本を捕まえていきました。今回のこの飯塚オートのミッドナイト、最多輸出回数を誇る7番の篠原敦史、序盤戦早くも3番手、残り4周回中盤戦に入ります。さあ前も入れ替わりまして、1番の井上が池田から主導権を奪いました。そして7番の篠原が一気にハンデゼロを2人をまとめて差し切っていきました。そして5番の牧瀬義樹も釣れるようにもう一度篠原へと追いついてきます。中段へは6番の桜木が接近。桜木はこのミッドナイト今回のメンバーの中で最多出走回数を誇っていまして、今日が82走目6番の桜木、井上を捉えていきました。さあ外枠3人の攻防となった7番の篠原が先頭、追いついていく5番の牧瀬、さあ逆転なるかどうか。残り2周回牧瀬が加速をつけて一気に2コーナー先頭を奪った。6番の桜木が3番手、逆転が決まって5番の牧瀬先頭、2番手は7番の篠原がちょっと滑らせながら差がついていきます。6番の桜木の、さあここも逆転があるのか。残り1周ブルーフラッグが振られました。5番の牧瀬先頭だ、力強い走り。2番手は7番の篠原に6番の桜木が迫る。5番の牧瀬道中戦鮮やかな逆転劇、2番手は7番の篠原に内へ6番の桜木が入る。5番の牧瀬義樹ゴール、2番手は桜木君和。それでは払い戻し金です。2連単5番6番890円、2連複5、6の組800円ちょうど、3連単5番6番7番1000トンで80円、